夏バテを予防する飲み物、ぜひ飲みましょうね。こんにちは、原町接骨院久松です。今回は飲んで夏バテ予防、夏バテ防止の飲み物3選ということでお話しいたします。前々回の動画ですね、夏バテ防止の食べ物ということでご紹介しました。今回は夏バテを防止するこの飲み物ですね、ぜひ積極的にお取りになっていただきたい飲み物がありますのでね、今回はそれについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることによりあなたは夏バテ防止できるようになるはずです。ではお話しいたします。夏は汗で水分喪失するので水分補給が大事になります。そこでね、夏バテを防止するためにね、おすすめのもの3つあります。1つ目はビタミン C、 クエン酸入りの飲み物がいいです。ビタミン C の効果は、ストレスを軽減してくれる効果、そしてクエン酸は食欲を増進させてエネルギーを、生成してくれます。どういった飲み物がいいかというと、レモン水とかアセロラジュースなど。はい、レモン水ね、まあ以前もねご紹介しましたけどね、もうレモンをギュッと絞って水に入れる、まあもしくはねポッカレモンをね、お水に入れるとかいう形でね作っていただくといいです。そしてアセロラジュースですね。で2つ目は甘酒です。甘酒は飲む点滴と言われております。で甘酒ね、アミノ酸、ブドウ糖などでエネルギー補給、そしてね、腸内環境を改善できます。そして甘酒に関してはですね、もう古くは江戸時代からもう文献でもう夏は甘酒がいいよって言われていたんですよ。そのぐらいも伝統のあるもの。はい、ぜひね甘酒もいいです、飲んでみてくださいね。そして3つ目は味噌汁です。これ食べ物のにもね入っちゃうかもしれないですけど、味噌汁、非常に有効。味噌汁ね、タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富で腸内環境も改善できる。はい、しかもね、味噌汁これ例えば夏場もう作るの面倒だとかってあるじゃないですか。そういえばレトルトでもいいし、暑いの嫌だってなったらもうぬるくてもいいです。はい、それでも味噌汁取っていただけると、夏バテ予防してくれる効果ありますからね、ぜひぜひね、これらをね、お取りになってみてください。あとはね、やっぱり、胃腸に負担をかけない、っていう形で考えると、冷たいものは控えめにする。あとは、水分がね、出すぎたりするのでね、アルコールとかね、カフェインの入ったものは取りすぎないように気をつけてください。はい。ということで、ね、今回の話もう一度復習すると、夏はね、汗で水分喪失するので、水分補給が大事になります。夏バテを防止するための飲み物はね、3つおすすめは、1つ目はビタミン C やクエン酸入りの飲み物。ビタミン C でストレス軽減。そしてクエン酸で食欲増進、エネルギー生成っていう効果があります。レモン水やアセロラジュースがいいですね。2つ目は甘酒、これ飲む点滴です。はい、アミノ酸、ブドウ糖でエネルギー補給、そして腸内環境も改善できます。江戸時代からねいいよって言われていたものですからね、もう伝統あるものです。で3つ目は味噌汁、タンパク質でビタミン、ミネラルが豊富で腸内環境改善できます。ぜひね積極的におとりになって夏バテ予防してくださいね。今回の動画は以上になります。この動画があなたにとって少しでもヒントがあるようでしたら、グッドボタンお願いします。また、質問やコメントはね、下のコメント欄からお願いしますね。そして私、これからも自律神経やお体に関する情報をどんどん上げていきます。もし興味がございましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。